当人殺しとは、明和元年、大阪で起きた、日本人通事による、朝鮮人殺害事件である。この事件は、明和元年、大阪の北の御堂の旅館で、津島の通事役、鈴木伝蔵が、来日中の朝鮮通信士の随行員、蔡隆氏を殺害したものである。聖師は長元と称し、一行三十四人、江戸幕府における、将軍経験、共王の儀式、 万端こを離なくすんで、3月11日、江戸を出発し、大阪に滞在中、4月7日仏業の事件であった。一方殺害動機は、恋の遺恨、親の仇討ちなどと、様々な噂がされたが、本人の書き置きによれば、4月6日の暮れに、御堂古代所で、行列奉行の朝鮮人と口論になり、散々に調着されたので、 日本人の地辱を注ぐために打ち果たしたものであるという。その後一旦立ちのいた鈴木は、摂州のオバマで捕らえられ、5月2日、木津川で朝鮮側の立ち合いのもとに死刑に処せられた。なお、この事件は、後の歌舞伎などに脚色された。1767年に、世話料理鈴木傍聴が上演されるが2日間で、上演中止となる。その後、 同様の主題による1789年の、肝人、半分手札はじめ、1792年の、世話仕立てとお縫い張りなどの作品が作られた。ありがとうございます。